今週 YouTube であれさ、島袋が髪型を変形させた。なんでこんなになったん？ちょっとした出来心でこんな髪型になっちゃいました。店員なんて言ったん？お任せでお願いしますつって。こんな感じです。あーあらーこんな、もうヤクザじゃん。もうモヒカンやん。サングラスかけて。うわぁ、いかつ。何とっとんじゃいこら、おらやお前。おらやお前、おらやお前、これレンやるか、おらこれこれやるんか、お前、これ。あ、いた、お前、これとっとんころ、お前、おら妹の部屋に家族みんな入ってくるんで、部屋にヤンキーがいたらドッキリをする。妹、ちょっと部屋来て。行きましょう。あの、みんなも一緒にお部屋に行こう。鼻水。部屋に誰おると思う？うんこ。確かにうんこや。いいよおい、こら、おらやお前、何しとんじゃ、さっきから。うるさいな、お前。お前、もんだら聞いとったら誰がうんこじゃ、お前、うるさいな、お前。せーな、何やろお前それ。何やねん、何やねん、これ黄色いシャツ、お前これグラスティーシャツ、今日ダッサダッサ、ちょっと待ってください、ダッサ、これに思い出が、思い出が詰まってるんですね。カスカスとか言わないで。これにはあの文化祭の思い出とかあるんです。でこれ、これ汗の吸収性がいいんです。くっさー、めっちゃくっさ、汗とかくっさ。これ洗濯しましたから、ちびまる子ちゃんの長さ。誰やお前、お願いします、お前、この俺玉ねぎみたいやね。おし、こんなん分かるわけない。分かるよ、絶対分かるわ。お前、この前わしは数件受け取った自転車の速度、俺一人だけ46キロになったもん、時速。お前わしはお前、数学点が一品やぞ、お前。周りの人は何やったん？周りの人は時速5キロやったよ。びっくりした、わしは。なんで海に入ったら汚いんやん。いやー、汚い。いやー、いやー立ち向かわないんすか。いやー、なんで逃げんだよ。俺さえしたら人間やろか、お前も。いや、気持ち悪い。ちょっと違うっつったら性別が違うだけやないか、お前。ほら、お前何を言ってんだ、お前。ほら、一緒に数学勉強すんだ、お前。いや、俺、やば、大学2年生からパッパラパ。クランクアップです。お疲れ様でした。クランクアップ。あんたもね、札束なら。あらー、なんて礼儀正しい。クラス T シャツちゃんと洗うようにね。はーい、お疲れ様でした。え、楽しいよ。へい、クセ。こんばんは。誰や、お前、ほら。あ、誰や、かっこいいし、髪型は。そんなん関係あれんねん、今。かっこいいし。そんなん言わねえねん、お前。かっこよくなったぜ。おい、そんなん言えねん、お前。かっこいい。そんなん、わしの立場がどないやろよ、分かれへんのか、そんなん言われたら。イケメン。こっからベロ出してきたんで、ね。親子揃ってグジグッサー。びっくりするわ、ボロクソ言うやん。グッサー。私の次にイケメン。そんなことあれへんがな。あんたの旦那さんが絶対イケメンやぞ。当たり前やん。Yeah. クランクアップでーす。お疲れ様でした。あ、本当にくれるん？あ、どうぞ。あ、ありがとうございます。ありがとう、もう舐めたしね。舐めたし、私のもやが。本当舐めてるやん、舐めた。うわー、俺の何が。ありがとう。ちょっとお前ー、あ、おいしい。だから、うん、で、まあなんかあなたがキレて、とりあえずだから普通に行けばいいやん。死ねとか、死者とか、どういうことそれ。動画なんて関係ないやん、それ。もう反省しとらんかい。分かったろ。おじさん、おじさん、ドキドキ。いいやろ、つってやろ。いや、おい、これやるよ、お前。目上の人に向かってちゃんとお疲れ様ですってちゃんと最後までやらなあかんのにちゃんかい。お前な、はい、ちょっとおかしないぞ。いや、おかしないです。ただいま言うと思ってんよ、お前。これはね、ね、みんな今あるの、そんなん分かっとるやろよ、お前。こんなんもう分からへんかったら、お前もう人間やめたらええわ、お前。誰ちゃうやろか、お前。ずっとおしゃここの家何回も行き来しとるやろや。あ、髪の毛全然ちゃうじ。いつもの俺やない。この前、あのエスパールの動画で俺怒ったよね。一言言ったよね。な、忘れたわしは。分かっとらんか。いや、お前な、映画にせえや、お前。何やこのサングラス。おい、おかしいやろ。逆やんけ、お前な。お前何べん言うたら分かるん、ほんとに。この間言ったやん、イジの部屋で。いいわ、ダメやって。いや、いいって。ダメダメダメ、動画関係ねえっつうの。やり直せ。ダメや、めんどくせ。お前な、めんどくせっつって。めんどくせ、めんどくせ、めんどくせ、めんどくせ。お前な、口の聞き方言ったよな、お前。な、おっしゃいました。お前いっぱい飲んどらんか、酒。いや、二十歳やろ、今。二十歳ですけど、今日飲んでるんです。ちょ、飲んどらんやろ。いたってシラフです。ほんとかよ、お前。どんぐりみたいな頭して。美容院が勧める、おすすめの髪型らしくって。俺が、おう、って普通に来たら、あ、お父さん、みたいな感じで、言えばいいじゃん。一応動画のその作成するにあたって、このようなキャラでちょっと。あら、いやお前、おい、何やろ。分かったら、もうサングラスなんて、このまま知っとんな、お前。やな、あかんぞ、お前な。ちょ、やめとけ、もう。いい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 い、もうやめ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 ろ。一回二回サングラスつけた途端人格変わりやがって、このクソガキ、ほんとに、お前。で、そういうもんねん。動画やつっとやる、ネタと。動画でもダメじゃん、お前。まあ、いいわ、もういい。分かったのか。もうもう、ならいいけど。まあ、これドッキリやからな。うん。儚い壁にぶつ
がる。